お迎えに参りました。行きましょう。お嬢様、長らくお待たせいたしました。私の年下王子様の開幕です。二十歳前後の年下王子とアラサー大人女子の皆様による年の差を超えた禁断の恋愛をぜひご鑑賞くださいませ。喋るときあんまり人の目見れないんですよ僕。めっちゃ可愛い。ほんまにほんまに。わあ。こう意外とちゃんとしてるんやなと思った。男見せますよ。どうしよう、みんな可愛いよ。年上ってすごいね。お。ああ。私執事は皆様の幸せを願い指令を出すことで恋が加速するのをお手伝いしております。しかし、やはり立ちはだかるのは年の差の壁。まだ弟にしか見えないのでもう少し男らしいところを見せてほしいです。うわー、これ全員、ね、例えば男らしいところって何ですか？それは自分たちで考えるのが今日の課題だよ。人のこと考えずに自分の行きたい人を本気で行こうっていう、好きって思った人をもうずっと貫く。嘲笑ってふんって聞いてる感が強かった。なんかもうどうしていいのか分かんない。果たして皆様は年の差という障害を乗り越えられるのでしょうか？手をつないでもいいですかっていう。つなぎましょう。はい、どっちどっちどっち、こっち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 か。はい。さらに今回は、次回より100人の王子から選ばれた理想の年下王子が参戦いたします。待機中の100人の年下王子から番組をご覧のお嬢様方の応援を受けた王子が途中参戦。私の年下王子様100人の王子編、どうか大人女子と年下王子の恋を見届けてくださいませ。付き合ってください。後悔を乗せて時は大航海時代、地図を作るためにごちそういただいて犠牲になるわ。ハッピーもアンハッピー、もう抱きしめて気づいたの、この痛みは私だけのもの。綺麗じゃん、みんな肌綺麗ね。めちゃくちゃ肌綺麗ね。肌とか見るんだ、みほんちゃん。でも26歳かな、そんなにね、心だけ離さない。どう、ポケットに手大丈夫？ちょっとやだ。こういうとこからも始まって、でもほら一応演出もね。けどまあ分かる、カッコつけたい気持ちも分かる、やっぱ年下だから。僕はやっぱ年下の、うん、なんかちょっと見え張りみたいな。見え張りでいいんだ、大人っぽく振る舞いたいんだね。そう、認められたいしね。歩き方ってやっぱでも出るね。結構出ると思う。後ろ姿とかもまだポケットに入れてるよね。私の年下王子様100人の王子編、こんばんは、ウエンツ瑛士です。そして青山テルマです。よろしくお願いいたします。この番組は本気の恋がしたい大人女子とイケメンの年下王子たちが出会い、そこで繰り広げられるリアルな恋愛模様をお届けする番組でございます。はい、そして私たちと一緒に見届けてくれるゲストは人気 YouTuber の R ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。 R ちゃんもなんか恋愛番組とか見ますか？もう大好きです。てかもう出たいです。私が年下はどうですか？大好き。そうなんだ。好物です。そうなんだ。年上好きですか？私絶対年上がいい。なんでですか？年下とうまくいったことがない。逆に、うん、ウエンツは年上か年下どっちがいい？気になる。
年下がいいけどねまあそうだよね。ただそうですよね。ただこの20代前半の時にやっぱ年上が好きだったっていう気持ちはすごくあるから、まあすごいわかるのよ。可愛いって言われるのを打破したいという気持ちで行くわけよ、うん、ウエンツがもっと若い時に年上の女性を口説く方法とかあった、自分なりに、うん、いやもうこれはもう完全にガッツのみだよね、うん大事よ、ガッツのみ、大事、ガッツは大事ですね。なんか年を重ねてきて、うん、なんか良くも悪くもテクニックが身についたりとか、うんうんうん、なんかこう駆け引きが出ちゃいますよね。そうバランスがね、いいか悪いか分かんないけどバランスが取れるようになって、でももう20代前半とかもう本当に一点突破だもんね、うん、そうだよね。自分がやりますよね、駆け引きとか。いや私もう全然しない。え、しないですか。もう好きって言ったらもうゲロのシューってなんかさ、好きとゲロは一緒にしないのなんか対比な感じがあるから。さあそして今回はサブタイトルに100人の王子とありますが、なんと待機してる100人の王子がいるんですよ。ちょっと見たい見れるんですけど、その王子候補の中から視聴者の皆さんの応援によって選ばれた王子が途中参戦してくるんですよ。応援の票が集まるところがグッとそこに入っていって、けどそれ複雑じゃない。自分がぐちゃぐちゃになりすぎる。なんかさ自分が推してる男性がいるじゃん。そうだね。けどその推してる男性を推せば逆に違う女の子と結ばれる可能性があるわけだ。そうよそうよ。それちょっとなんか自分に失恋しに行くみたいな感じ。でも推しの幸せ願いませんか。で推しが恋愛してるところはちょっと見たいかもしれない。見たいんだ。それはそうなんだね。で詳細は番組公式インスタグラムをご覧ください。それでは新メンバーによる恋愛模様見ていきましょう。じゃあテルマちゃん可愛く VTR 振りお願いします。前からここだけは変わんないんだね。一番嫌なパートなんだけど一番可愛いのちょうだい。わかりました。はい、じゃあいきます。年下王子様。まあ可愛い可愛いマジやだ真ん中の人振り返りください こんにちは、中島いつきと申します。22歳で現役大学生モデルを、してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モデルさん最近こういうこうシュッとした顔、そうですね、人気じゃない。人気ですね。なるほどね、うん、ちょっと K-POP っぽいというか、うん、そうだね、うん、これ塩顔なんですか。これは塩顔ですか。かな誰行きます。左あ左左上の方せーの、左上の方振り返ってください。はじめまして、風紀と申します。今22歳で大学院に通いながら、演技やモデルの勉強をしています。素敵な声ができたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、大学院、うん、お背高いですね。身長高いですね、うん、マシ系可愛らしいって感じだね。こういう子がねこうクッてセクシーなこと言ったらキュッとしちゃう、ね、赤い方、うん、赤いスーツの方振り返ってください。あ、はじめまして、長崎スバルですはい、今21歳で大学生です。はい、ちょっと僕ポンコツなんですけど可愛がってくれたらとても嬉しいです。すごい。お願いします。お願いします。コミュニケアイドルっぽいですね。確かに綺麗な顔。綺麗な顔、可愛い。左下の方振り返ってください。はじめまして、こんにちは、せいやと申します。18歳で大学に通いながらモデル活動をさせていただいております。特技はバスケットボールです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。18歳、大人っぽいけどね。大人っぽいね。キワ系、やっぱさ
男性で14個上の人がいるとさ、やっぱ気使うもんね。気使いますよね、うん、かっこいいね。かっこいい。最後上の方、緑のスーツ、緑のスーツの方せーの、緑のスーツの方振り返ってください。こんにちは、高山大太です。22歳で、今は、役者とモデルをやってます。すごく緊張してます。不器用だと思うんですけれども、よろしくお願いします。お願いします。緊張してたんだよ。緊張してたから、やっぱポケットから手出さなかったんですよ。でもグイグイ系だよ。グイグイ系よ。グイグイ系っぽいよ。じゃあポケットいいじゃん。ポケット、まあ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 、グイグイさ出してますね。確かにね。どうなってくんだろう。改めまして、あ、よろしくお願いしますじゃないの。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介。あ、自己紹介します。浦真由です。女優をしております。浦真由って呼んでください。浦真由、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。牧野理香です。私も女優をやってます。呼び方は何でも大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。南里穂です。タレントをやらせていただいてます。呼び方は里穂とかりーちゃんとかよく言われます。よろしくお願いします。はい、お願いします。羽鳥咲と申します。モデルとタレント活動をしております。咲って呼んでもらいたいです。お願いします。お願いします。はい、関西が、あ、そうです、僕が、僕が大阪で、京都で、滋賀で、あ、でも関西、すごい、関西、すごい、あ、関西、どこですか？兵庫県です。兵庫県です。かぶってない。そうですよね。あら、指令が始まった。じゃあ僕始まったよ。呼んでいいですか？はい、お願いします。お願いします。初めまして。私は皆様の恋をお手伝いさせていただく執事でございます。早速ですが、この後大人女子の皆様には一番気になる王子を選んでいただきます。王冠を渡し、気になる理由を身内で、お告げください。なんでやばい、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 やばい。第一印象って結構大事。大事。あ、そう？うん。第一印象を持ったことって大概こう最終的に、あ、やっぱこうだったなって思う。特にね、大人女子は余計そのこう見分ける目があるんだろうしね。ちゃんと見てるからね。リホッ。リホちゃん、うちモテると思うな。この子めちゃくちゃモテると思う。モテると思います。大斗くん、よろしくお願いします。ありがとうございます。大斗くん、お話ししてください。はい、行きますか。はい、うん、背中すっと、背中すっと、すごい。せいやくん、お願いします。ありがとうございます。せいや、お願いします。おー、すごい年の差。ありがとうございます。行きましょう。11個も違う。もうそう見えないぐらい、せいやくんが大人っぽい。お、よろしくお願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいですって言ってくれるの嬉しい。嬉しい。はい。マジか。いや、
ドキドキですね。あと一人か。スバル君残されるパターンじゃない？そうか、選ばれない子が一人いるのか。やだ。うわ。お、まゆちゃん。選んでって思ってるけど。ありがとうございます。バル君イスキ君目線ずっとそらしてたからな。やった可愛い。似合って似合ってお願いします。お願いします。ちょっとショックだよ。ちょっとショックだよ。それはそう、それはそうだよ。でもかっこいいよ。私がもらってあげます。ダメです。あ、ダメですか。ダメですね。まさかという感じです。なんでなんですかね。わかんないです。まだ始まったばかりですし、まあまだまだこれからかなっていう。逆にここで落ち込んだらそれがもうマイナスだからね、うんうん、マジか。フォーアンドダイソン。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや嬉しい。予想してました。いや全く予想つかなかった。だけどリホさんと話したいなって思ってたんで。本当ですか。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいです。ちょっとつけよう。あ、つけてください。はい、似合ってます。似合ってます。あ、そういえば何ですか。なんか ありましたね。待ってよ。気になる理由を耳打ちで告げてください。いやいや、え、マジで恥ずかしい。え、何歳、何歳やったっけ。何歳でしたっけ。ん、僕ですか、はい、年齢今年で23になるんですよ。おー、うん、あ、じゃあ3個差、はい、3個差、うん、はい、じゃあ行きます。はい。ちょっと待って。優しそうだったから。これちょっともう一回ですか。なんで。もう待って、意地悪すぎ。それは聞こえたやろ。聞こえたよ。いや、あんま聞こえなかったな。聞こえた、絶対聞こえた。もう似たようない。いや、でも、いや、嬉しい。服の色もちょっと似てるしね。確かに。ね、敬語じゃないのは、こう、どうだろうね。あー、確かに。頑張ってるのもあるけど。私好き。その壁がを潰すのに時間かかる人いるから。うんうんうん、でも似合ってるね。やばい。本当ですか。うん、じゃあ23歳。うん、そう、23歳。何をして遊ぶのが楽しい。え、いやでも多分そんな変わんないと思うけど。いや絶対変わると思う。3個差はでかい。3つでしょ。だってだったほんとあんま。あ、年齢結構気にする。いや気にせえへんけど、なんか最近は全然年下の子と出会う機会があんまりなかった。最近のね、年下はね、何してるだろう。ゲームとかやる。あ、ゲームやる。ゲームなんやね。 あとはね、服が好きだから。服を買いに行ったりとか。結構ショッピングとかも。ショッピングします。する。ストレス発散方法。あ、いいね。よいしょ。じゃあ座ってください。ありがとうございます。座ってくださいってこう言われる側で今うんってね。緊張します。ちょっとあの11歳さん喋るときあんまり人の目見れないんですよ僕。めっちゃ可愛い。ほんまにほんまに。まず、はいはい、選んだ理由。あ、聞きたいです。選んだ理由。耳打ちらしいですよ。耳打ち。すごい可愛かったから。あー、なるほど。嬉しさパーセンテージで言うと75です。微妙だな。75ですね。残り何だったんだろう。残りはだからそのメイチ男なんで。まあまあ確かに。そう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 、そこですね。私の年齢からするとまず最初が可愛いが入ってしまうっていう。これ失礼ながら年齢は聞いていいんですか。これはいくつでしょう。ここだしよ。いくつでしょう。え、でもほんまに当てに行くやつでいいですか。ほんまに当てに行くやつで。間違えんなよ、間違えんなよ。下行けよ、下行けよ。デリケートだぞ。20
八。あ、惜しい。よかった。これいい、コロッケ。心の声がめっちゃ漏れてる。リアルは？リアルは29歳。じゃあまあほぼ10個差です。10個差。だからその10個差がどう思うかなっていう。あ、僕がですか？僕がですか？あ、僕でも。もともと年上の人好きでお姉ちゃんもいるんで、うん、お姉ちゃんはいくつぐらいは、僕の5つ上です。お姉ちゃん年上だけど大丈夫いやなんか最初のインパクトがなんか照れ方が可愛いなって思ったからっていうのもあったね、はい、だからその今後はその照れてない男らしい部分も見れたらいいなっていうのが今後の願望です。ここは敬語でしょ。でもやっぱり、うん、そうですよね。やっぱりそれもいいよね。まあね、敬語もそうね。ちょっと崩れた時がいいんですよね。了解、ありがとうございます。全然全然めっちゃドキドキ。ここ気になるな。手を振れなかった、どうしよう。そうだよね、一人でルネッサンスしようと思ってあの、あれじゃないですか、あれじゃないですか。あるね、そうね。お笑い好きで。あ、そうなんだ。本当にボケたりあのちょっとめっちゃするんですけど。そうだよね、ずっとボケたよね。え、ちょっとボケったっすか。うん、1から10ボケ。あ、まあ、突っ込んでもらえたら嬉しい、とてもとても嬉しいでございます。はい。え、なんで僕、あ、そうですよね、さっきの執事からの、あ、指令が、はい、あ、いいですか。はい、はい、じゃあ、あ、よ、近っ、来て純粋に人間として気になったからです。分かってる、理解できてる。なんかなんだろう、変わってるなって言ったらすごい あれなんだけど、面白い子だなと思って、なんか2人で話したらどんな風な会話になるんだろうと思って、はい、いいか。僕も一応高校キャプテンとかもしてて。え、嘘でしょ。空手11年してて。え、キャプテンだったの？そうっす、こう見えて。え、すごいギャップだね。空手するときどうなるの？え、空手やっぱそのゾーンに。はぁ、集中して。え、すごいね、なんかびっくり、うん、ちょっと空手は意外すぎた。男性はどういう人がタイプなんですか？え、男性は例えば塩顔とか犬顔とか。犬顔も好きだし、ワン僕あ、すいません、むずい、むずい、むずいか、むずいです、むずいか、まあ、面白いけどねって言われたら。改めまして、風紀です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、これめっちゃ嬉しかったです。よかったです。でも絶対選ばれないと思ってたんで残っちゃうかなと思ったんですけど。いや、よかったです。なんか好きなタイプとかってありますか？好きなタイプ、こういう人が好きとか。犬みたいな人。犬みたいな人。犬みたいな人です。犬系男子。でも犬系男子。あ、でも確かに犬っぽいかも。あ、本当ですか。癒しになる。あ、癒されたい。うん、いや、それだとちょっと自信ありますよ。僕じゃあちょっと僕なんで僕のことをちょっと選んでくれたのか聞いてもいいですか。はい。最初の歩いてきた印象が一番タイプだなと思ったから。ありがとうございますまさかの耳打ちで。はい、めちゃめちゃ恥ずかしいですねでも僕ショートカットの女性結構好きなんですよね。そうなんだ、はい、すごい。よかった、一人だけショートカットだったんでもっと中身を知ってもらって。そうですね、お互いもっと好いてもらえたらいいなって思います。私も頑張ります。はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、お願いします。あんまり深くはね、ここでは。緊張したね。やばいね。どうでした？第一印象とあの話してみて、あのその感じ、まあ、違ったりとか、なんか。あ、でも変わったかも。変わった、うん、確かに変わったかも。話してみないと分かんないです。確かに、私とインプレッションだけだと分かんないものが。そうだもんね、やばかった。お、LINE ですか。うわ、 LINE だ、来た。じゃあ読み上げます、はい、皆様お好みの相手はいらっしゃいましたでしょうか。
さらに仲を深めていただくため、このまま2泊3日の旅行デートをお楽しみください。ただし、この旅行中に誰からも恋の相手とされなかった方は次のデートには参加できません。リタイアとさせていただきます。皆様の恋がうまくいきますよう願っております。ですね、どういうこと？でも男絶対一人落ちるってことですか？そういうこと。女子も選ばれなかったら。そういうこと？この中からリタイアする人が出てくるってことだよね。いや面白い。2泊3日で何するんだろう。え、ガチ？もう誰か消えちゃうってこと？怖いですね、マジで。怖いよ、なかった時怖いな。怖いよ。怖いチャブル。そうだよね、3日間でバイバイだもんね、そしたら。そうね、早いね。早すぎる。やばいよ。その短い間でアピールしていきたいですね。全力で。すごい、早速だね。いいですね。早速だね、うん。まずはファーストインプレッションがあって。あって。まあここでね、男が一人こう選ばれることがないという中。いつきくん。けどやっぱ第一印象って、うん、結構本当大事な気がする。第一印象で大事にしてる、ここはここがあるとキュンとするなとかあります？第一印象で。見る場所とか、あの私清潔感とかをすごい見ちゃいますね。あ、なんかこう会った時のこうなんか汚っと思ったらなんか無理ですね。いる、そんな汚みたいな人いる？え、逆に女性で第一印象でキュンとするこうものとか行動とか場面とかある？女性の第一印象、うん、だからこうやってこう大人数で、例えば4人とかで、女性陣が4人とかで来るじゃん、うん、その4人で来た時のなんかこう振る舞いかな。あ、じゃあなんかサラダとかこう取ってくれる人にキュンとする感じ。分かりやすい。お前どうせそうだろみたいな言い方すんの。おい、いや分かりやすい。お前どうせそんな感じでええんやろみたいな感じ。なんかそれで喜んでそう。お前サラダだけ取っとけや、お前簡単だなみたいな。すぐ落ちんなみたいな。あながち間違ってはない、あながち間違ってないよ。どうでしょう、お気に入りの、まあ、キャラクター。気になるっていろんな意味ではスバルくんじゃない？やっぱりちょっとスバルくん気になりますね、うん、気になる。なんか緊張してこうなんかワンとか言っちゃってんのか、うん、ガチでずっとあのテンションなのか、ね、もうそれめっちゃ気になります。気になる。、うん、では続き見ていきたいと思います。じゃあ続いてアルちゃん、可愛い V 振りお願いいたします。はい、お任せください。年下彼氏、いや間違え、あれ年下王子様だから、いいけどね、彼氏でもね、うん、そうだね。結果彼氏になるかもしれない。結果彼氏になるかもしれない、うん、あー、やったー、いいのね、うわー、かわいい、すごい、オーシャンビュー、オーシャンビュー、マジ綺麗じゃん。あ、めっちゃ綺麗。水平線ってやつですか？水平線、すごい、めっちゃ綺麗じゃん。あなたの希望で気づいて大丈夫？あれ？涼しい。星綺麗そう、ね、確かに今日は見えないですね。見えなそうだね。乾杯しますか？乾杯しますか？ましょう。誰が温度取ります？誰が取りますか？じゃあスバルで。そうなると思ったよ。なんて言えばいいんですか、こういうのって。ルネッサンスです。乾杯。さすが。扱いがちょっと分かってきたのかな。さっきじゃでもこれ本当にイラッとしてたもん。可能性ありますね。仕切る、頑張って仕切る。そう、仕切るね、そんな場所ですよね。頑張って仕切る。いい席を。はい、なんか話題決めて一個それについて喋りましょう。うん、確かに。一個目の話題お願いします。じゃあそうで、皆さんの趣味についてお話を聞きたいです。趣味は、そうやな。最近は料理したりとか、かっこいい。何作る？でも何でも作ります。なんか作り始め、うん、それめっちゃプロみたいに作れるわけ。こっちも見てくださいよ。あ、ごめんごめん。嫉妬。得意料理は？得意料理、得意料理はナポリタン。かわいい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 。私は犬。ワン。趣味犬。趣味。あんたじゃない。ずっとサッカーやってたんで。してそうだね。サッカー観戦。漫画アニメめっちゃ好きで、他だと
星ですかね、それこそ星空宇宙天文検定っていう検定があって、あれもなんか持ったりとかしますね。何それ、すごい、はい、すごい、すごい、初めて聞いた。次のテーマ、じゃあ次のテーマはタイプ、好きなタイプ、タイプ、タイプ聞きたいね。ひたすら優しい人、どういう優しさなの。わがまま聞いてくれる人。だって女の子はみんなそうやと思う。どんなわがままですか。普通に大したわがままじゃない、なんかあれ取ってとか言った時に優しく取っいいよって言って取ってくれる人がいい。でも結構一緒にいててめっちゃ突っ込んでくれる人が好きですね、僕。結構ボケちゃうんで。ボケるのはわざと。ボケるのが好きなんで。あ、好きなんや。ずっとめっちゃ笑ってくれる人がいいですね。とりあえずもう優しい人も第一条件で、なんかなんだろう、怒りっぽくない人がいいなっていう。私本当に犬みたいな人が好きで、もうなんか何だろう、なんかもうこう寄ってきてくれる人。動物好きな人、地球に優しい人、見た目的なタイプだと可愛いけどでもなんかチラッと見える男らしさにキュンとする。僕があんま結構自分が控えめなタイプなんで、なんだろうな、積極的な方とか、あと裏切らない人、うん、なんかあったな。なんかあったぞ。僕も多分いつき君と似てるんですけど。やめてよ。あんま自分から行くタイプじゃないんで。おい、みんなどうした。いい意味で分かりやすい人の方がいいです、僕は。来た出た。はあ、この時間が来た。なんだろう。じゃあ、これ読まないでしょ。あ、そうか。ほんまや。マジか。男子だけ？僕だけですね。ちょっと待って。そういうこと？次は男性が気になる女子が分かるから。なるほど。いつき君とせやくん苦手でしょ、だって今その誘うのが。うんうん。りょうさん、ちょっと。ち。わ。あ、はい、そういう感じ。そういう感じか。このグイグイはたすまく一番よ。やっぱりほちゃん関西人ですから、ツッコミがめっちゃそばとばしめよう。行ったれ早く。大2、蔵前さんちょっといいですか。まゆちゃん、おお。寒くなってきたっすね。あ、こっちどうぞ。あ、こっち座ります。はい。ソファ。ありがとうございます。寒いんでちょっと毛布いいですか。え？いや。え、もうソファこれはいらんかな。あ、それは上に、はい、いらないです。ありがとうございます。近いよ。お姉ちゃん感半端ないです。いや。関西ですよね。関西。僕が今日ボケるんですけどって言ったじゃないですか。うん、結構突っ込んでくれたんで相性。なんか合うかなって思って、めっちゃ突っ込みたくなる感じの発言ばっかしてるから。さすが関西。さすが関西。2人になったら全然ボケへんやん。いやボケですよ、ボケ。いや全然ボケへんやん。突っ込まれたいんじゃない。でも結構めっちゃチャラいって言われるんですよ。多分見た目チャラそうに見えてそうじゃないと思う。結構なんか恋愛経験もなくて、うん、あんまりなさそうで不器用そうだから多分それが空回りしちゃってる。女の子だから楽しませようとしてるだけで、そんなに、はい、別にチャラそうと思わんかった。第一印象パッてなんかイエーイとかしてた時は、あ、なんか頭はちょっとおかしいかなみたいな。なんか普通にふざけてるキャラの子なんかなって思った。困ったらピースしちゃう。困ったらピースするってこと？本当に刺さってなさそうだな。恋愛経験が少ない。でも妹いるんで、うん、妹とかに聞いてもらったりせえへんの？いや、今です。仲悪いです。あ、仲悪いんだ。僕が勝手に妹の化粧水とか使ったりしてる。それはうざいわ。許可得ろ。なんか許可得ようや。なんか代わりになんかお菓子とかあったらあげるっす。で僕糖質制限してるんで食べないんで。ああ、糖質制限してる。そうしても友達とかご飯食べに行く時以外はもう米とかパンとかうどんとか絶対食べないようにして絞ってるですね。結構本気で、まあ、芸能目指してるんで僕。それぐらい。それは偉いと思う。それぐらいしないと
やっぱ努力当たり前の世界なんで、ね、人前に出る仕事は、そうそうそう、自分の見せ方とか、うんうんうん、普通に喋れるやん、めっちゃ。え、なんか自分の専門的なことになったら話せるっすね。どうなんやねんそれ、とか何が専門なの。そうですね、めっちゃ喋れるやん普通に。ほんまっすか。でもなんかちょっと、うん、見直した。見直した。普通にちゃんと喋ってたらなんか考え方もしっかりしてるし、あ、結構しっかりしてるんやと思った。先のことは考えながら常に行動してる。おー、偉いね。マジか、すごいな、あの二人スピードが速い。めっちゃ早かった。この間が嫌よ。やだやだ女の子嫌だよこれ。流れたい。え、でも俺やっぱちょっと行ってきていいかな。イエーイ。横取りしに行くんだ。これは待つ感じのやつ。え、でも俺やっぱちょっと行ってきていいかな。あ、全然いいっす。ちょっと話したいわ。ちょっと行ってくるわ。お、あ、え、横取りしに行くんだ。じゃあ僕も行きます。はい、イエーイ。なるほど。そしていつきが残っている。結構今最近インプット、思いついたことすぐメモにするようにしてて。めっちゃいいやん。めっちゃメモしてるんですよ、こうやって。例えばすごいすごいすごい。例えば自分の好きな歌、うん、自分の歌えそうな歌とか、うんうんうん、なんか私こんなことあんまりせえへんからすごいなと思う。すぐ忘れちゃうんで、なんか最近書こうと思って、うん、大事やと思う。本気で、あ、いや、そうか、頑張ってるんだね。すいません、ちょっと僕も一緒に話をさせてもらっていいですか。お願いします。もう半分半分にします。どんなんやねん。あったかくなりますよ。めっちゃ暑いよ、ね、何喋ってたんですか。なんかね、意外とあのヘラヘラしてるかなと思ったらちゃんとしてたことが発覚して、お、なんか何やろ、いきなり真面目になりだした。いいじゃないですかそういうの。え、てかさ、なんかちょっと3人来てなんか驚いてんねんけど、何の指令が来たの。執事ですか。一番気になってる人に今一緒にソワへ誘って、ブランケット。スバル君速攻でしたもんね。絶対一番に行きたくて。そういうのできるめっちゃかっこいいなってマジで思うっす。確かに。でもさっき二人でめっちゃ僕も話したんで。そうですね。じゃあちょっと二人の時間もらってもいいですか。はい、全然いいですよ。ありがとうございます。しゃあなしだぞ。すいません。しゃあなしだぞ。ちょっとありがとうございます。いいです。あ、二枚重ねにします。二枚重ね、もういい。あ、ちょっと温まってきた。ありがとう。もういい。けどいいかも、こんなにこう素直にこう言える関係、うん、お互いにね。うんうんうん、泣くかも。どう思います？7個下。7個下、年的にはね、一応別にそんなに会話とかしてて全然年の差感じにやったら、年上も下も別にあんまり気にせえへんかな。あー、うん、そうなんですか。いました、今まで年下彼氏。年下いた。何個マックスですか。3つか。3つマックス。なんか19歳のことめっちゃ何年ぶりかに喋ったかもしれない。弟妹いないんですか。いないです、私末っ子なんです。兄、姉。僕も姉。でも僕全親戚見ても僕が一番末っ子なんで。でもほんまに多分もうちょい時間経ってきたらクソ生意気になると思います。う、絶対そうやわ。なんかめっちゃあの反応してきそう。あ、そう論破タイプ多分、うん、でもめっちゃ鬱陶しいけど。でなんなんみたいな絶対言うやろ、喧嘩したら、うん、喧嘩はしないですよ。でもなんか彼女とかできたらそのちゃんと話せる人がいいんですよ。わかります。わかる、わかる。何かについて喧嘩したとしたら、うん、もう全部それを1から100まで説明してほしいんで。怖っ。だって、怖いんちゃうそれ。え、怖いですか。え、じゃあ例えば浮気をしましたってなったら、はいはいはい、1から100経緯を説明してほしいってことよね。そうですそうです。だってそんな なんでしたんって聞かれて、なんでもとか言われたらえってなりません。あ、そのなんでかをちゃんと説明してほしいから、ちゃんと話せる人がいいんですよ、話し合いをできる人が。でもね、あと2日やけど、なんか普通になんて言うんやろ、めっちゃびっくりした、来てくれて嬉しかった。なんかさっきあれ自分から行きにくいって言ってたからこそ、うん、来てくれてよかったし、めちゃくちゃ印象変わりました。なるほど。じゃあ明日からもっと頑張ります。頑張って、また話したいと思います、はい、私は。
話しましょう、またしても。頑張ります。開かない？開いた。すごいね。大徳まゆちゃんに言ったのか。大徳くん話すのうまい。もうちょっとなんか話してみたいなって思って。そうだね、全然話してないもんね。そう、なんか俺の第一印象が、うん、結構なんか色気あるなって、大人だなってなるほど、うん、なるほど本当に。で、第一印象さ、俺どんな感じだった？第一印象、特にね。いや、ちょっとね、言葉が今ね、悪い言葉が出てきちゃうから、ちょっと待って、ね、いや全然ちょっと待ってね、うん、いいね、悪い言葉でもいい？いいよ。いや、でも多分傷ついちゃうと思うから。なんで傷つく？なに、うん、透かしてんなってちょっと一緒透かしてんなってちょっと思った。叱ってんな、透かしてんなって思った。ごめんな、3回も今言う。全然透かしてたポケットだよ、だから。あ、なるほどね。ポケットくんか。ポケット王子がここに来て、うん、そう、透かしてんな、透かしてた、ごめんなさいね、ごめん、ね、いや全然いいよ。いやでも傷ついたよね。そう、いや違う、俺もなんかね、もう緊張してて何したらいいか本当分かんなくて。覚えてる？階段登ったの。もうね、覚えてないです趣味さ、さっき犬って言ってたけどさ、うん、犬以外になんかない？犬以外なんか趣味じゃないじゃん、なんかもう言ったら。あ、そう、ゾンビとアベンジャーズが好き。ゾンビとアベンジャーズ、なんで？結構バトルものが好きなの？そう、なんかヒーローものとかが好きで、うん、あとゾンビはなんでだろう。バイオハザードとかさ、見たことある？あるなんかあれのさ、あ、ごめん、寒くない？ありがとう。ちょっと寒いから。あれのさ、なんかバイオハザードのゾンビってさ、走るじゃん。あ、犬のさ、ドーベルマンのゾンビさ、そう超怖いんだけど。あれやばいな、かっけー。すごい。そうでしょ？ごめんなさい。ちょっと村前さんとお話したいんで代わってもらってもいいですか？わかりました。じゃあ、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、うん、ありがとう。ようこそすいません、お時間取っていただいて。あ、いやいや、ありがとう。寒いですか？ちょっと肌寒い。ちょっと肌寒いかな。ブランケットありがとう。肩でもいいですか？肩にかけてくれるの？いいですか？うん。じゃあ。ありがとう。あ、ちょっと短いかもしれない。いや、短いよ。いいですか？いいですか？めちゃめちゃ詰めて。短いよね。よいしょ。うわ、じゃあ。あ、ね、はい、こっちが全然。あ、足りない。ごめんなさい。ちょっと、ね。かわいい。ごめんなさい。足りてますか？足りてます、大丈夫ですよいしょ。今日どうですか？まだ2人？2人とかしか話してないですか？そうだね。どうですか？近いな。ここまでごめんなさい、恥ずかしい。見づらいですよね。正直、気になってる人とかいます？気になってる人は、うん、いるかもしれない。あ、いるかもしれない。いるかもしれない。すごい、濁された急なんですけど、やっぱタメ口で喋っていいですか？あ、そっか、敬語だったね。いいよ、ごめん。いいですか？全然なんか気にしなかった、ごめんね。そう、なんか距離感感じるなと思って。あ、本当？うん、いいよ。いいですか？いいですかっていきなり敬語で喋っちゃってて。なんか趣味あるんでしたっけ？旅行とか好き？旅行めっちゃ好き。あ、好き？うん。おー、どこが良かった？行ったとこで。またすぐ行きたいと思ったのは、うん、あ、面白い思ったのはタイ。あ、タイね。タイ行ったことある？え、嘘。そう、あのね、バックパッカーって分かる？分かる。そう、バックパッカーしに行った。はい。なんかそのバックパッカー世界中から来てる人いっぱいいたから。喋んの？あ、でもなんか英語そんな喋れないけどでもなんか気持ちで伝えるみたいなパッションそうそう、パッションが大事みたいななんかあれだね、見た目と違った。うん、あ、本当に。うん、それいい意味。いい意味。あ、本当。あの、よかった。もっとおとなしい子なのかと思ってた。うん、あ、でもよく言われる。すごい活発的なんだってちょっと驚いた。うん、本当に。うん、え、でも俺もめっちゃ喋りやすいなと思って。え、これ聞いてもいいの？いや、だから残っちゃったし、この状況。残ってしまいました。聞いてもいい？うん。内容ですか？うん、内容。めっちゃドキドキする。内容は、うん、年下の王子様にだけに指名です、はい、今一番気になる女子を誘い出し、ソファーで一つのブランケットをかけてまったり過ごしてください。なるほど。
残ってしまいました。どっちも話したいんですけど、じゃあ優しい優しいじゃん。そうだな。でも僕は一番気になるっていう意味では結構時間かけるタイプなんで正直いないんですよ、うん、なんでいろんな人と話したいなっていうのがあって、うん、なんとなく一番、まあ、目が合った回数と話を聞いてくれそうなっていう意味でどっちも話したいんですけど、じゃあ佐伯さん今回はお願いします。ありがとうございます。優しいじゃん。優しい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。もう優しい優しい。全員優しい。なんか女の子の中でも私誰よりも年齢が上なんで、なんか若い子と接する機会も今までそんななかったから余計なんかもうどうしていいのか分かんない。でも話してみたいなって思う子はいます。誘ってくれてありがとうございます。あ、いやもうこっちこそもう寒いね。あ、ありがとうございます。ぜひかけましょう。落ち着いた雰囲気がちょっとお似合いな感じで。足でいいですか。すいません。ありがとうございます。私ぶっちゃけてしまうと、はい、まあファーストインプレッションはせいやくんを選びましたが、2番目はいつきくんを実は、はい、いいなと思ってました。へー、嬉しいです。ただその最初可愛さの方が勝ってしまってその過去にその付き合ってきた人とかには普通にいつきって呼ばれてた。一人しかいないんで、うんうん、あれなんですけどその方にはいっちゃんって呼ばれてた。逆になんて呼ばれて、もう普通に二文字だから多分言いやすいっていうのもあってさきって普通に。まあ確かにさっちゃんはなかなかこの年で呼ばないからさっちゃん確かになんかしかもそういうタイプではないよね。なんか大人っぽくて綺麗系だからなんか、うん、ぶってるだけかもしれないけど、だったらすごいわ全然本当になんか騒ぎたい時は騒ぐし、意外。サッカー私ももともと好きで、その大学の時サークルでマネージャーをやってて、サッカーサークルに、やっぱゴール決めた時って一緒にわーって確かに確かになりたいから、その時はやっぱわって騒いじゃう。なんか結構あんまり自分から行かないタイプだから、多分みんなに絶対あ冷たいんだろうなとか思われてるの個人的に思われてるのかなと思ってたんだけど、話してみてどうでした？すごく落ち着くなっていう、うん、なんかいい意味で穏やかで、なんだろう、本当に優しいんだろうなっていうのが伝わってきて、いやめっちゃ嬉しいいいんすかね、こんな褒めてもらって癒されるかも。笑顔かわいいんだよな。笑顔かわいい、笑ってほしい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。した女子会いろいろあったけど、あっという間だったね。スバル君は意外だったの、うん、結構しっかりしてた、ね、なんかヘラヘラしてるよ、ね、本当、うん、やっぱそれ聞き出せるのリホちゃんしかいないかも。確かにノリと勢いでノリと勢いで正直今この子気になるなって子いる？あ、なんか、うん、話してみたいなって子はいるかも。私はいる。私もか、私もいる。誰話したことない人、私はいつきくん。おお、もっと深掘りしたいなって。なるほどね。確かに謎だ。なんかみんなさ、うん、目がまっすぐじゃない、うんうん、年齢差があるから、うんうん、まあ、可愛いなと思えるし、うん、どうしよう、みんな可愛いよそうだよね。こんなこと言ってるとは。常時会ということでなしですね、正直。次どうしたいんですか？俺はもう緊張しないように、やっぱ王子様だから、俺は王子だって感じで。なるほど。まだ距離縮まりきってない感じがするから。そうですね。明日で一気に縮めたい感はある。僕らみんなで協力ですね。それはもう。そうね。まあ味方として、敵として、戦友として、そう、取り入れてますか。じゃあ明日もみんなで仲良く頑張りましょう。頑張ろう。
あの子めちゃくちゃ体綺麗だね。めちゃめちゃ綺麗。ダイトね。ダイトだってやっぱ肩幅あったもん。ダイトスーツ着てる時の。うん、おお、動くね。動きますね。まあまだ最初でね、こう。どんな人かもまだね分かってないし、そうね、今回のターンではまあ男性陣がこう好きな人にこうアタックするというところでいくと、スバル君のあのスピード感よ、すごい速かったね。速かった。するスバル君頑張ればハマるかも、ぶっちゃけ、うん、ちょっと欲しい、うん、気になっちゃうわ、うん、見てる側 もそういう意味ではあるちゃん、いつき君がやっとね、どうでした？いや、いつき君私結構好きですね。いい、もうなんかあの不思議な感じ、ミステリアスな感じ、なんか掴みどころがない感じがもっと知りたいっていうさきさんの気持ちがすごい分かりました。あ、まあ、どうな、あ、何来ました、羊から、羊から、何 LINE が来ました、読みます、はい、お願いします、今スバル君みたいな、読みます、お願いします、次回は年下王子が積極的に動き出し、お、好きと言っちゃう王子まで、早い、波乱を呼ぶ衝撃のサプライズもご用意しておりますのでご期待くださいませとのことでございます。誰、好きっていうの誰、誰、誰だと思う、スバルじゃねえ、やっぱスバルじゃねえってなるんですよね。風紀くんも意外と、あ、そうですね、意外にこうグイグイ系だったんで、バックパッカーもやってて行く、ね、行くタイプだから、うん、明日で距離縮めれればとか言ってましたもんね、うん、あるよ、果たしてどんな展開になるのでしょうか、はい、次回もお楽しみに、さよなら、もう決めたかな、俺は決めてる、うん、俺も決めてる、次回は早くも恋の矢印が定まり始めます。うわ年の差を超え、どんどん近くなっていく距離、お似合いだな、ありがとうございます。え、今までの恋愛もそうだった？うん、自分が好きって思った人をもうずっと貫く。今日めっちゃ真面目になってるくない？え、マジっすか、しんど。さらに皆様のために、恋がさらに加速しますよ、私執事からサプライズです、テラスへお迎えください。ちょっと待って、しかしどうやら皆様を動揺させてしまったようです。新王子、よろしくお願いします。新王子、肉食、新たな展開をどうぞご期待ください。お嬢様、いつも年下王子たちの恋模様を見届けていただき誠にありがとうございます。私は恋のお世話をしております執事でございます。お嬢様にどうしてもお願いしたいことがあり、少々二人きりになれるお時間をいただきました。この度私が見つけてまいりました100人の年下王子をご覧いただきたいのです。そして100人の中からお嬢様の理想の年下王子を見つけ応援していただけませんでしょうか。応援により選ばれた王子は物語に途中参戦することになります。お嬢様のご決断が恋の運命を握っているのです。詳しくは番組公式インスタグラムをご覧ください。ご参加いただければ私にとっても喜びの極みでございます。それではまた来週のこの時間にお待ちしております。